お前なんかに出す筋はない。今すぐ出て行け。仕事で韓国と日本を訪れた実力派国際俳優のモーガン・フリーマン。ふらりと一人で訪れた韓国のお寿司屋さんで、心ない罵声を浴びせられ、あからさまな差別を受けてしまいます。それがトラウマとなり、その次に訪れた日本でも、また同じように差別を受けてしまうのかと憂鬱になるフリーマン。しかし、周りに強引に勧められ、本場の高級寿司を味わってみることに。すると、予想に反して、日本のお寿司屋さんは、彼に分け隔てなく、普通に接してくれたのです。しかし食事中、寿司がまずくなる、黒人はお店から出て行けと、酔っ払いの白人男性に絡まれてしまいます。その時、お店の人が取った行動は、どのようなものだったのでしょうか。今回は、モーガン・フリーマンにとって、一生忘れられない出来事となった、日本でのエピソードをご紹介します。モーガン・フリーマンは、1937年生まれの、アメリカのテネシー州出身、4人兄弟の末っ子で、理髪師の父と清掃婦の母という、あまり裕福でない家庭で育ちました。9歳の時、小学校の演劇で主役を務めたことがきっかけで、演技に目覚めます。そして、12歳の時には、州の演劇コンクールで優勝。高校時代は、ラジオ演劇に出演するなど、10代から演劇を得意としていました。こうした実績が目に留まり、ジャクソン州立大学から演劇奨学金を受けての推薦入学の話が来るほどだったのです。しかし、彼は家族の負担にならないよう大学には行かず、合衆国空軍の機械工として働くことにしました。しかし、役者を諦めきれなかった彼は、結局4年で機械工を辞め、20代前半にロサンゼルスに移住します。まずはハリウッドに一番近いと言われているロサンゼルスシティカレッジに事務員として勤務したのです。ここは演劇学に定評があり、多くの俳優を輩出している学校でもありました。クリント・イーストウッドも卒業生として名を連ねています。27歳の時にはニューヨーク万国博覧会でダンサーを務めました。さらにサンフランシスコではオペラ歌劇団にも所属したりと、各地を転々として役者としての下積み時代を過ごしたのです。フリーマンの公式的な役者デビューは1965年公開の質屋という映画の名もない町人役でした。それからはブロードウェイに活躍の場を移し、31歳で役者全員が黒人という作品で初めてブロードウェイの舞台に立つことができたのです。1971年公開の Who Says I Can't Ride a Rainbow という映画で名前のある役がもらえた時は、すでに30代半ばになっていました。彼の名が知られるようになったのは、その後の連続テレビドラマとテレビの子供番組の出演がきっかけです。本格派俳優を目指していた彼が、小学生低学年向けの教育番組に3年も出演したことに、生活のためとはいえ、役者としては早く辞めるべきだったと、彼は後のインタビューで答えています。こうして知名度の出てきたフリーマンは、その後、知的で温かみのあるキャラクターで、助演男優として頭角を現していきます。そして1989年には、主役級の役柄を演じるようになりました。この時で52歳。かなり遅咲きの俳優と言えますね。それからの活躍は皆さんの知るところでしょう。ハリウッドスターとして毎年数本の映画に出続けて、多くの賞も受賞しています。ロビンフット、許されざる者、ショーシャンクの空に、ミリオンダラーベイビーなど、彼が出演している大ヒット映画を挙げるとキリがありません。そんなモーガン・フリーマンが30年ほど前に韓国と日本を訪れた際の興味深いエピソードがあります。それはショーシャンクの空にの映画のプロモーションが目的でした。初めての韓国でフリーマンには気になることがありました。というのもアメリカでは未だに黒人への差別が根強く残り、多くの人が人種差別に敏感になっています。フリーマンも子供の頃から黒人だからという理由でボールを投げつけられたり、バス停で待っていても素通りされるなどといった嫌な思いをした経験があるのです。ハリウッドスターの仲間入りになっても黒人のくせにと嫉妬や妬みを受けていました。高級レストランに行っても案内される席は入り口手前、注文を後回しにされるなんてことも多々あったのです。それに韓国もヘイト大国だというのを耳にしていたので、韓国でも人種差別を受けることになるのだろうかと思っていました。ましてその当時アジア圏の人たちにはそれほど彼の知名度がなかったのです。こうして韓国に一泊だけ立ち寄ったフリーマン、その嫌な予感がバッチリ的中してしまいます。その日の夕食にホテルの近くにあるミョンドン地区のお寿司屋さんへ
予約なしで軽い気持ちで一人で行った時のことでした。お店のドアを開けると、みんなが一斉に細い目で、じろっと彼の方に目を向けてきました。その時、欧米のお客さんは一人も見当たりません。予約していないんですが行けますか？と彼が尋ねると、店主が指を指して、そこに座れという仕草をしてきます。そこはトイレに一番近い席でした。そしてどんなものがあるのかわからなかった彼は、お任せでと店主に注文しました。しかし、待てど暮らせど、一向に何も握ってくれなかったのです。しびれを切らしたフリーマンが、お腹が空いていますというジェスチャーをすると、店主はそのジェスチャーがバカにされたと思ったのか、肌の黒いお前なんかに出す寿司はない。今すぐ出て行け。と怒鳴ってきました。そして野良犬を追い払うかのようにしっしっと手で外に追い出されたのです。やはり韓国でも当たり前に黒人差別があるのかと残念に思い、この店での体験がトラウマになってしまいました。こうして良い思い出がなく韓国を出国したのです。過密スケジュールで次に訪問するのが日本。韓国人と日本人は外見も似ているし、同じような考え方をしているのだろうか。そして昨日のように黒人差別をしてくるのだろうか。そんな憂鬱な気持ちで日本に入国したフリーマン。日本では一人でお店に入るのはよそうと、映画関係者と食事をするようにしました。しかし日本人関係者がおもてなしのために赤坂の高級寿司店に連れて行こうとするのです。いや、お寿司はもうと戸惑いましたが、周りの人にこんな機会はなかなかないと強引に勧められ、本場の高級寿司を味わってみることに。そこは外国人観光客も多く訪れる人気店だからと教えてもらいました。それを聞いて、外国人慣れしているのならあからさまな差別はしてこないかもと期待したフリーマン。店の外には席待ちしている外国人もちらほらいて、店内もすべて席が埋まっていました。日本人関係者が事前に予約を入れていたので、彼らは待たずに着席することができました。カウンター席に着くと、すぐに着物姿の女性が、ウェルカムと言って、温かいおしぼりとお茶を持ってきてくれました。そしてカウンター越しに、包丁を握った大将が、〇〇は OK。と、一つ一つネタが食べられるか確認しながら握ってくれたのです。そして片言の英語ながらも、静岡のマグロ、瀬戸内海のイカ、北海道のウニと旬の季節と産地を添えて丁寧に教えてくれました。フリーマンは馴染みのお客さんだけでなく、初めて訪れた外国人にも、しかも黒人の自分にこんなに丁寧に接客してくれるのかと感動したそうです。シャリに醤油をつけて食べたり、ネタとシャリを分けて食べてしまったりと、間違った食べ方をしていると、その食べ方を否定せず、こうやって食べた方が美味しいんですよと身振り手振りで優しく正してくれました。とにかくどのネタを食べても新鮮で美味しいと、フリーマンは日本のお寿司を堪能していました。食事も中盤に差し掛かった頃、フリーマンの席にある年配の白人男性が近づいてきました。手にはカバンを持っていて、お店に入ってきたばかりのようです。フリーマンが嫌な予感をしていると、どうしてこんなところに黒人がいるんだよ、お寿司がまずくなるだろと白人男性が言いがかりをつけてきました。発する言葉が酒臭く酔っているのがわかりました。するともう一人の連れの白人男性もフラフラしながら近づいてきて、あ、こいつモーガン・フリーマンじゃねえか、何がハリウッドスターだ、調子に乗ってこんな高級店に来るなよ、ここは黒人のお前が来るところじゃないんだよ、出て行けよな大将と座っているフリーマンの肩を押してきました。この白人二人組は大将を味方につけ、自分が出ていくまでずっと自分のことを罵るだろう、店内にいる他のお客さんにもお店の人にも迷惑がかかる、そう思ったモーガンは覚悟を決め、すっと立ち上がりお店の出口に向かいました。すると着物姿の女性が出口を塞ぎ、フリーマンが外に出ようとするのを止めたのです。そしてその女性と大将は目配せをしてうなずき、こちらのお客様がお帰りのようですと言って、白人男性がお店から出ていくように促したのでした。なんだよ、なんで俺たちが出ていかなきゃいけないんだよ、大将なんとか言ってやってくれよと文句を垂れる白人二人組。しかし大将は無言の圧で二人組に鋭い視線を送ります。こうして立場がなくなった白人二人組は負け犬の遠吠えで汚い言葉を吐いて出ていきました。微妙な空気が流れた店内に、大将がお騒がせいたしましたと一言お客さんにお詫びを言い、元の穏やかな雰囲気に戻ったのでした。白人二人組はいなくなったものの、自分が黒人であることでお店の雰囲気を壊しているのだろうかと下を向いているフリーマン。
そんな彼に、大将は心配しないでください。あなたは何も悪くありません。と、ニコッと多くを語らず、作業を続けました。その何事もなかったような対応に驚いているフリーマンに、同行していた日本人関係者が、そっと次のように教えてあげたのです。お客はお店を選ぶけれど、お店もまたお客を選ぶ権利があるんですよ。特に高級店では、お店の品格を落とすような、ラフすぎる格好や酔っ払いは、お断りされます。さっきの迷惑行為もしかりです。でも、肌の色や人種で、入店を断るといったことはありえませんよ。日本人は白人だから、黒人だからなんて、目線で考えてないんです。この日本人関係者の言葉で初めて、日本は人種差別がない国だと知ったのでした。これまで黒人というだけで、当たり前に入店拒否にあったり、嫌な顔をされたりしてきた、フリーマンにとって、衝撃的なことでした。アメリカでは、白人至上主義で、黒人だけでなく、日本人のような黄色人種でさえもモンキーだとか言って、バカにするのに、日本人は、決して差別し返さないし、肌や目の色で、人を判断しない、素晴らしい国だと感動しました。それからのフリーマンは、親日家として、頻繁に日本を訪れるようになり、毎回お寿司を堪能しているようです。こうして、その後の活躍により、発信力を持ったフリーマンは、長年人種差別と戦い続けてきた、人道主義者としても知られるようになりました。いろいろなインタビューや、公式の場で、黒人の歴史と差別について、意見を述べています。アメリカでは、毎年2月は、黒人の月ブラックシストーリモンスとなっているのですが、それについても、馬鹿げていると一括しています。の歴史のための月なんていらない。黒人の歴史は、アメリカの歴史だ。そもそも、白人劣化なんてものはない。と指摘。人種差別をなくすには、人種ということについて言及しないことしかない。と語っています。また、黒人はありとあらゆる呼び方をされてきた。アフリカンだのアメリカンという言葉も、侮辱でしかない。一口に、黒人と言ってもほとんどが混血であり、アフリカはヨーロッパのような大陸だ。それなのに、まるで一つの国のように表現するのは納得がいかない、と訴えています。フリーマンのような人種差別にあった当事者からの意見は、心に響くものがありますね。一日も早く、世界で肌の色で決める人種という概念が、なくなる世界になってほしいと願います。それでは、この件について、海外の反応を見てみましょう。デリケートな問題に様々な意見が飛び交いました。お寿司屋さんの対応が素晴らしかった。では、お客様は神様っていう概念があるって聞いてたから、見てみないふりするのかと思ってたよ。日本からすると、日本人以外は外国人。区別はするけど、それは差別することではないんだと思う。日本はとにかくサービスがいい。お店の人が笑顔で対応してくるのは日本ならではだよ。それにチップが欲しくて笑顔ってわけじゃないしね。日本は平和主義の国だし、差別されたからって仕返すってことがないんだよな。だから韓国や中国に舐められるんだけど、黄色人種のアジア人からしたら、黒人は運動能力も長けてるし、かっこよく見えるんだけどな。白人はそれが気に入らないんだろうか。物がなくなったら真っ先に黒人が疑われたりするの、ひどいよな。アメリカって白人が黒人に正当防衛だとか言ってバンバン発砲してるもんな。あれやりすぎだと思う。オバマさんが大統領になっても人種差別はなくならなかったってことか。根深い問題だよな。ヨーロッパのアジア人差別もひどいぞ。モーガン・フリーマンのような著名人が人種差別撲滅活動してるの知らなかった。だからこんな深い演技ができるのかと納得したよ。白人でも黒人でも良い人は良い、悪い奴は悪い。肌の色で線引きするのが間違ってる。近い将来みんな平等で、こういった揉め事がなくなりますように。2023年9月、フリーマンが制作総指揮を務めたキリング・オブ・ケネス・チェンバレンという映画が日本で公開されました。この作品は無実の黒人男性が白人警官に殺害されるという2011年に実際に起きた事件を映画化したサスペンス物語です。83分ほどの短い尺に収まった映画は、実際に起きた殺害までの90分間とほぼ同じ時間でリアルタイム進行で描かれています。人種差別問題についてたびたび発言してきたフリーマンは、この作品について次のように語っていました。この映画は法執行官がいかに間違ったアプローチをしているかを真にドラマチックに描いたものです。そしてこの事実を広めることが私たちにできる最善の方法だと思います。人種差別問題について興味を持たれた方は、ぜひこの映画を見ていただけたらと思います。
今回のお話は以上になります。いかがでしたでしょうか。モーガン・フリーマンは今や地位も名誉も手に入れ、誰もが認めるハリウッドスターになりました。ここまでのセレブにまで上り詰めると、さすがに黒人だからとあからさまな人種差別を受けることはなくなったことでしょう。しかしフリーマンは人種差別をなくすことをライフワークとして今も声を上げ続けています。フリーマンが日本で体験した日本人は誰にでも差別をしないエピソードが彼の生の声としてさらに世界中で語られていくことを願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、皆様からのコメントが励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。